記念白馬岳山頂からお届けします。今日もブラックスタートで上がってきました。その様子どうぞご覧ください。おはようございます。サルクラ荘前を0時37分スタートします。はい、では今日もよろしくお願いします。バイ、儀式です。儀式です。岡さん、橋野さん、はい、師匠です。はい、頑張ろう。すごい、この川渡らないといけない。長い足やから行けちゃうよな。私はどう行くの？はい、月明かりがとってもね、明るい。はい、スタートして1時間15分愛染装着、そしてポールを直してダブルアックス出してきましたよ。ここからこっち向いていってグンって登っていく予定です。マコさんと月、お月さん、そして向こうにね、テントの明かりが見えています。こっちが大雪渓ですね。はい、ルートを外れてバリエーションルート、狩猟ルート頑張っていきますよ。ドキドキワクワク。はい、結構登ってきてます。ここシャドウがきついです。はい、果てしないです。これ上がれれへん。だけどこれでもこれ上がるん？ここでもトレース、これ頑張って、これ上がるの？すごい勢いですよ。うわ、上がってもた雪やから切れとんだよ。雪が切れてしまって、やぶを突き進みます。ナイス、よし、クリア。マコさん、オッケー。はい、オッケー。はい、ひょいひょい来られたよ。はい、今標高が1994、私のすんとね。はい、午前3時です。8え、登ってるっていう、これがすごい壁みたいなとこを登っています。まこさんとあっちが星野さん、影しか見えへん。はい、月明かり、そして後ろからもうお一人来られてるそうです。私は見えない。そして街の明かり、はい、この辺りちょっとね、雪が切れてるんで、ちょっとハイマツのね、根っこを掴んで登っていってます。夜景が見えます。そしてコレンゲさん側はもう谷で見えませんね。今おまわりさんたちは草付きのところに今向かって進んでます。わあ、しんどそう。頑張れー。あ、こっからだとちょっと見えないです。ないっぽい。ちょっと戻る。お、待つ待つ、ゆっくり行ってよ。
はい、午前3時半です。今ね、とんでもないとこ登ってきてます。周りの景色はぼんやり、肉眼ではね、すごい高いとこまで来てます。こんな藪のとこ登ってきたよ。こっから雪がまた復活です。めちゃくちゃ登ってます。登りすぎでしょうね、これすごいです。こんなところを登ってきました。結構斜度きついです。雪が薄いですね。みんな頑張ってます。そんなとこ行くの。次はこれ群。なんせこのね、皆さん正面壁登っていけます。第6歩。この左手が大雪渓で登ってるライトも見えました。はい、トレースがしっかりついてます。これ登っていきますよ。はい、4時12分。だんだんと空が明るくなってきましたよ。はい、素晴らしい一日の始まりです。第6歩へのとんでもない登りです。もうね、地面も見えて非常にデンジャラスになってます。今日はおまりさん頑張ってます。ファイト、一歩一歩。おまりさん、6歩の最後の登りです。頑張りました。すごいですよ。後ろもすごい。ただすごいです。すごいすごいすごいしか言えない、語彙力のなさ。ちょっと待ってよ。皆さん、第6歩登頂です。最高ですね。ちょっと風出てきましたけどね。はい、作詞だけがかっこいい。ちょんがってます。山頂はあそこ、待っててね。作詞だけと月が綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。おまりさんも綺麗。まんざらでもないです。周りの美しさに撮影会になってます。こっちがね、この下が大雪渓。こっち上がっていく人もいます。はい、まこさんが6号から降りてきてます。はい、ここちょっとナイフリッジになってます。はい、白馬岳山頂はここらです。なかなか遠いです。はい、頑張っていきましょう。はい、おまりさん、ナイフリッチ頑張ってます。はい、どうですか気分は。ドキドキ頑張りましょう、慎重にね。はい、大雪渓と錯視岳、そしてこっち、私たち進む先にね、グリーンのテント見えますよ。あんなところで、すごい。テントの方、そして日の出です。はあ、美しい。はあ、おはようございます。はい、カメラマントリオです。もうね、この絶景を逃しませんよ。ドドンドドンドドン。ふう、素晴らしい。綺麗ですね。朝日を浴びるおまりさん、染まってますよ。キャッ
素敵。はい、写真撮ってます。星野さん、パパラッチ。あのほら、腰深いじゃん。腰はい、おまりさん頑張って登ってます。背後がね、これ今までずっと登ってきたくねくねスネークリッジです。これが白馬市道です。くねくねリッジを歩いています。まこさんはもがいています。あ、すごい、信じられない。本当これ来たの？すごいくねくねですよ。足場の悪いところが出てきましたので、はい、日の出は大きなスネークリッジです。すごいですよね、このクレムで登ってきました。さあ、森さん、頂上を目指していきましょう。えいえい、おー、風が、はい、この台風位置ね、ちょっと遅いんですよね。慎重に行きましょう。お日さんで溶けてきてるのかな。足場も緩いしね、難儀するとこです。そしてまだまだ続きます。皆さん、今日は頑張ってます。ここの、はい、星野さん、2号を登り切りました。ここ急なんですよね。はい、さすがです。あと後ろにまこさんが続いてます。白馬槍見えてます。ここ
登り切ると2歩ですって。はい、急だね。はい、はい、おまりさん2歩登り切ってます。もう少しですね。はい、頑張って。はい、山頂直下です。もうちょっとです。あの雪壁を越えたら山頂です。はい、おまりさん最後の雪壁頑張ってます。もうちょっとです。頑張ってください。はい、ここ山頂じゃないですか。ここめちゃくちゃすごかったよ。だいぶパートあるかと思ったのに。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ皆さん無事登頂しました。はい、では成功のグタッチ、うまこさん。はい、お疲れ様でした。やったー、イエーイ、やりました、やりました。でも最後本当にこうそびえてた。もうね、一歩落ちた。一歩くらい。ありがとうございます。はい、友情の熱いハグです。あー、私も私も、うわー、わちゃわちゃわちゃ。このまこさんの後ろ向いて、この素敵なこのおまりこさんにありがとうございます。よろしくね。ね、よろしくね。はい、だってほら山頂はもうすぐそこですよ。はい、はい、私たちの後ろから登ってこられている方です。このねロープをこう垂らして、そしてあそこで固定されております。装備の方々です。すっごい重たいザックでね、この急斜面登ってこられてます。すごい。はい、山頂です、山頂です。やったね、やりました。去年の6月以来2回目の白馬岳山頂です。朝の7時30分です。標高2932メートル、やりました。して、白馬岳山荘の方に向かっています。はい、ここに立ってみるとこっちの方向にこんなん見えるよって教えてくれてます。富士山はあっちに、そしてテッテッテッテ剣はドーン、日本海はあっちです。すごい、この4人のお兄さん方裏側の斜面を滑って降りられるそうです。かっこいいですね。これぞ白馬岳、ね。まあ、この辺りはね雪が少ないですね。はい、おまりさんどうですか。すごかった ね。頑張りました。はい、頑張りました。はい、これからどこ行くんですか。朝日だけ、すごいね、プラスアルファで登っていきますよ。余裕やね。はい、ではオプションで朝日岳ツアーです。こんな絶景を見ながら、はい、今ちょっとこれ下っています。そして登ります。
薄いです。あ、もうここから向こう側すべて降りられるんですね。じゃあさよなら、私たちはこっちへ行きます。はい、登ります、登ります。あそこから、あそこに荷物デポして来てます。はい、山頂が見えた。あと少しね。はい、この登り返しきつかったね。あー、今もなくです。はい、午前9時3分登頂です。朝日岳やってきましたよ。なんか、あ、じゃじゃじゃーん。はい、朝日マウント、近くて遠かったね。でも本当今日逃したら来られへんかったからよかったよ。すごい一周してます。うん、ライチョウの、ライチョウの羽もらうもらう、ありがとうございます。じゃあ連れて帰ろうか。ほんと絶景ね、剣の向こう、ケカチ三山の向こう、あれ白山です。大きいね。槍はあっちの方ですね。はあ、すごい、今日ほんと最高のお天気ですよ。はい、朝日岳着いたで。朝日岳だよ。着いたで。後ろがね、剣立山綺麗だね。はい、星野さん、まこさん、そして白馬岳山頂に白馬山荘。この角度で見るのはもう今日だけかもしれないので、しっかり目に焼き付けておきたい。この急斜面降りていきます。はい、スキーヤーの皆さん、ちっちゃいね。星野さん、気分はどうですか？最高です。最高です。出ました。すごいジャンプ力、さすがです。すごいね。すごい急やったとこ。あ、飛んでる、弾んでる、弾んでる。まこさんも弾んでる。カンガルー師匠2です。わぴょー、すごいスピンや。さっきヒップソリしてきてたよ。早い早い早い。うー、元気あり余ってます。ぴょー、はいね、白馬岳に登った時に購入した手ぬぐいと T シャツを着てきましたよ。村尾だよ。師匠は村尾だよ。わおわお。はい、下ってます。正面にね、大雪渓登ってこられている皆さんいらっしゃいますよ。はあ、かっこいい。ふう、早いね。あとはもう降りるだけです。どんどん降りていきます。今の時間は朝の10時11分です。今大雪渓をね、降りていってます。お天気も最高です。はい、こんな感じです。
もうね、大雪渓がね、上までつながってるんですごい楽ですね。大腸見えた今、ね、飛んでたね。はい、頑張って。大腸いました。あ、すごい、おまりさんの幸運の持ち主ですね。大腸に好かれてます。あ、 T シャツも、もしかして、あ、ライチョウだ。真ん中に一匹ちょっと、あれ、そうなんだ。すごいいい景色の中を下山できます。大雪渓にぎわってますね。スキーヤーの皆さんどんどん登ってこられてます。すごい。はい、まこさん順調に尻精度で滑っていっちゃったよ。私もやろうかな。森さん尻精度雪が溜まってる。漕いでる漕いでる。あ、すごい。あ、あの前の2人走っとりますよ。はい、マコさんも行きます。早いよ。そしてまた私は再び取り残されます。はい、頑張れ私。たくさんの人が登ってきてます。ここも傾斜がすごいですよね。こんなダイナミックな景色です。はい、ずいぶん下ってきました。ようやくここから見えてます、見えてます。あの、このギザギザね、よう登っていきましたね。はい、星野さん、はい、ありがとうございました。楽しかったね。はい、師匠です。まこさん変身してもう誰か分かれへんヒーローになってます。シャキン。そうやった。そっか。はい、もう半分ぐらい降りてきたかな。もうすぐそこか。あ、そうか。じゃあもうほとんど降りてきましたね。この時間どんどん登っていかれる方もおりますよ。はい、今10時44分。はい、カンガルー師匠のジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ふぅ。はい。はい、まこさんも行きましょう。はい、じゃあ私も、ビョン、ビョンとか言うて。こけるで。こけちゃうよ。大設計です。はい。300% のコースタイムで降りてきました。下ってきましたなんて大口叩いてます。いつもやってくれよ。いつもやってくれよ。はい、では総括タイムです。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。見てください、この大絶景をバックに今ここまで降りてきたとこです。標高がね、1600ぐらいです。まだまだもうちょっとゴールまであるんですけども、ここで皆さんとお話を、はい、いかがでしたか。はい、さんです。はい、どうも、はい、いやね、白馬素晴らしかった。いや、初体験です、はい、いや、とても楽しかったです。ありがとうございます。狩猟っていう噂に聞いていたあのあそこに実際に知らんでしょ。知らんかったでしょ。去年の6月に初めてここ登った時にこんな上登っていくコースあるんだよって教わって、そこに1年越しで来れました。まこさんいかがでしたか。今日まあ0時半からスタートして登ったんですけど、はい、やっぱり長いコースだなって思いつつ、やっぱりこう越えていくと時が経つのはやっぱ早いもので、あ、もうあっという間に山頂ですね。登った時山頂と思わなかったですか。山頂と思わなくてもう一個きついところがあって、もっときついのかなと思って、パッと上がったら、あれ何もないよっていう、そういうちょっと不思議な経験もあり、ちょっとやっぱ景色として見たところを、まあ、こうして登れたっていうのは本当にすごく感慨深くて、こういうチャンスをいただいたことに感謝しています。ありがとうございます。もともとね、
このメンバーで、そう、4月7日にね、狩猟チャレンジする予定だったのか、雪の状態が悪かったよね、あの時ね。じゃあ来シーズンかななんて思ってたら、これだという。フラストチャンスよね、今日はね。素晴らしかったですよ。もう本当、あの、多くの皆さん、ヤマップの投稿なんかでね、羨ましく見てたんです。そこに行ってこれました。嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ね、フィフティでおしまいかなんていきなり言われたんですけど、最終回もうちょっと続けようかな。今日頑張ったからな。今日頑張ったんで、皆さん、またお付き合いしてくれますか？よかったら、あの、おまりんこチャンネル、ぜひとも登録をしてください。では次回はおまりんこチャンネル51でお会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。あー、見える見える見える。あ、そうですよね。わかる。あれ、真ん中一番高いやつが外れる。はい、はい。で、右側にステッペキャンのあれなんで、すごいね。ウニョウニョスネークリッジはこの、じゃあ上、一番上の稜線、ポコ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 、あれを行ったんです。しみじみ。はい、お疲れ様でした。今の時間は12時1分です。スントで 14.2 キロ、11時間23分も行動しましたよ。お疲れ様でした。じゃあ山アップも止めときましょうか。はい、マップは何パーセント出たんでしょうね。また後ほどお伝えします。はい、お疲れ様でした。で、マップではね、終了しますと、はい、13キロだって。あれ、まあそんなもんよ。そうだね、うん、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。頑張った。ほんまに見納めです。見て、降りてきて駐車場から山頂が見えてたというオチ、すごいね。スタートは真っ暗だったので、そんなこと知らんもんね。すごい、山のてっぺんまで行ってきたよ。ねえ、飛び越えた雪壁も見えてますね。はい、お疲れさん。まこさんからのお疲れさんに、ありがとうございます。むせてるお兄さん。お前さん、これいいやん、ちょうどお腹周りの脂肪減らしてくれる。え、待って、みんな違う。違う。私ちゃんと考えてくれてんねん。すごい、天子さん。面白い。お腹周りスピードする。よう分かってらっしゃる。なんでよ、私お腹見せたことあったかな。大体分かんねえ。優しさです。シャンパン。シャンパン。見せてるお兄さん。お前さん、これいいやん、ちょうど。お腹周りの脂肪減らしてくれる。ああ、みんな違う。ちゃうで、うま、私ちゃんと考えてくれてんねん。すごい、天子さん。面白い。お腹周りスピーチをする。分かってらっしゃる。なんでよ、私お腹見せたことあったか。大体分かんねん。いや、新潟の星とは星野さんのことだぞ。はい、はい、あ、ありがとうございます。いただきます。長野の味噌が一番似合う男子といえばマクさんのことだぜ。今日初めて聞きました。はい。松本市の丸小醸造っていうところで作ってるお味噌です。2年味噌、美味しいです。はい、ありがたくいただきます。ありがとうございます。行ってください。
ほら入ってる、はい、イエーイ、はーい、シロウだよ、シロウです、シロウ登ってるよ、